生き返れ。1200から3200まで G1 馬出すのは化け物や。これ満たしてるのどれくらいいるんだろ？パッと思いつくのだとそれこそサンデーやディープくらいだけど、他にいたか？ちょうどこんなのが。ガチでサンデーディープ以外にいなかったようなのかよえ、やばくね？プラメンテ3区。一応、グレード制前ならパーソロンやクモハタも達成してますね。まあリーディングサイヤークラスで達成できる凄まじい記録であることは明らか。マジで損失なんだな。怪我とかは多いとはいえ、3000メートルまでなら東証ボーイでいけるんだがな。しかも世代の少なさからこの濃度はおかしい。お前の息子がまた G1 を制覇したぞ。マジでもっと長生きしてたくさんこうなしてたらどれだけ。玉と竿だけでも稼働させられませんかね。短距離も長距離も芝もダートもいけるのくさ。3世代で短距離から長距離 G1 制覇なんて聞いてないぞ。マジで生き返れ。けどブラメンテはすでに死んでるからこれ以上3区は増えないんだ。おとなしく孫世代に期待するんだ。後継は任せろ。うんこの投入がよ。脆い云々言われるがここまで走れるならお釣りが来るわ。蘇れ、蘇れ。馬娘に来たせいもあってか、最近はあんま意識してなかったけど、そうだった、もういないんだ。まだやり残したことがたくさんあるだろ。短距離も行けるとか無敵かよ。毎年のお盆とダービーの時だけここに帰ってこれるって聞いたことがあるぞ。先っちょだけでいいから。タイトルホルダー、親父の需要が僕に来るんですか？お前も手のは早いから行ける可能性ある。これが最初何するか理解せずに牝馬と仲良くしだしたとかスタッドの人たちの心境たるや。何するか理解してくれてよかった。ブラッコの中では丈夫だからな。お前最初の日経賞あたり引退考えるレベルにやばかったらしいじゃねえか。逮捕は怪我からの復帰が早いのよ。3区にも天の足、スタミナ、骨関係の故障しない頑丈さを3区にも分け与えてくれ。強欲。G13 区でも点の速さはピカイチでスタミナも豊富。シンジケイと組まれて車台や大物個人馬主も複数株持ってる。今年はセーブ予定で160近くつけて緊急登板で成功したりと仕事も順調。日本の馬さん目線では母系の血統はあまり気にしないで後輩可能。親父はもういない。まあ頑張れ。何気にお前さん以外に G1 勝ってるボバは G1 以外の勝ち占いのばかりだし。重賞馬に広げても複数勝ってるのがこの前亡くなったバーデンバイラーで地方まで広げてようやくいたのが、キョールガルが仲間になったレベルで G1 や重賞複数勝ってるブラ3区ボバいない中君だけ突出してるんだわ。サンデーフリーの有力3区増えてよかったな。ブラメンテ3区の戦場にブラメンテの玉を移植できたらな。サオは戦場にもついているからいいとして。ブラ娘のが勢いあるけど、ブラ息子もようやっとる。スタオンとお嬢さんのインパクトもあって牝馬に比べてボバはって感じだったのになんか追いついてきたぞ。戦績も主ボバ成績も最後も、いろんなところで父親に似た馬だったんだなって思った。なんか北さんのお母さんとやって孕ませた有力馬いなかったっけ。シュガー君は壊れたぞ。3区の成績いいけど割とタイマーもセットされてるんだよな。ブラ3区。唯一の欠点はもうこの世にいないことな馬。サリーチェが2着とはいえなんか激走してたからマジで生き返れ。あと欲しい勲章はダービー馬くらいか。競馬のこと全然わからんのだけど、残ってるブラメンテ3区でクラシック3冠狙いに行ける子はまだいるの？今のところ微妙、秋デビューの馬にかかってる。来年がラストチャンスか。どれか1冠取ったら壊れそうなので3冠は無理ぽ。マスカレードボールいけないかな。今回のルガルデ3区スプリンターズステークス初出走ってマジか。鬼門の3世代目で逆に G1 馬が増える謎の守護馬。短距離に関しては親父味を感じるな。ルガル、新時代の雄王になれ。いつだってお前は評価が落ちる前にお前は俺たちの前から消えていくんだ。日高だと逮捕いるけど車台だと後継になりそうなのが何もいないからな。車台に内国産のスプリンターで入れるのは少ないしルガルは成績的にちょっと厳しいだろうし。生きてたら種付け額いくらになってたんだろうな。最低でも1200、場合によっては2000万かな。距離不問のホームラン系。金亀の後継筆頭、守護馬としても北さんとライバル、そんな後継を見れたかもしれない。でももういないんだ。今ブラ実装したらスプリンターの後輩できるのか別衣装イベントで追加かな。ブラは3世代で短距離から長距離 G1 制覇してるからサンデーサイレンスやディープよりも早いな。車台もブラ生きてたら今でも車台のエース一角は間違いなかっただろうに悔しいだろうな。逆にブラに無理なコースってあるんか？いるかわからんが障害とかか？ブラちゃん3区。ダート適性もあったりする？ブラ生きてたらマジでサンデーディーククラスだったな。サンデーで7世代9年、96年菊花賞、02年スプリンターズステークス。
ディープで旧世代10年、16年菊花賞、20年スプリンターズステークス。かかったのをたった3世代5年、21年菊花賞、24年スプリンターズステークス、でやるのは異様としか言いようがないわ。創生が惜しすぎる。もう逮捕に頑張ってもらうしか。怪我して戻ってきても能力あんま落ちてない気がする。何度騙されたことか。ズガルも骨折からの復帰初戦でこれだからな。怪我しないのが一番だけど、復帰力高いのもええぞええぞ。神経の影響あるかもな。一番需要ある2400カツボバだけ出てこなかったな。まあ待て、今年の2歳から出てこないとも限らんじゃないか。出てこなかった場合は、まあはい。サンクはいいが親がいねえ。マジ復興やな。生き返ればいいのに。こういう名馬は大種ボバのくせにもうこの世にいないのが痛い。挙句に奇跡のくせに活躍するサンクアリで、逆に存命したらどれだけ活躍したかを無双させる姿勢にびっくり。有馬をスターズカリバチ勝てば全距離制覇か。プラネンテサンクは大レースに強いけど虚弱か気象でピークが短いイメージ。ルガルは香港走って今年種ボバ入りでよくないか。1200、ルガル、スプリンターズステークス。1600、スターズオナース、オーカショー。リバティアイランド、阪神ジュベナイルフィリーズ、オーカショー。シャンパンカラー、NHK マイルカップ。2000、プライレーで、ホープフルステークス。リバティアイランド、シューカショー。2200、タイトルホルダー、宝塚記念。2400、スターズオナース、オークス。リバティアイランド、オークス。3000、タイトルホルダー、菊花賞。ブレッツァ、菊花賞。3200、タイトルホルダー、天皇賞春。ほんま惜しいわ。運控えめに行ってくるってる特にマイルの強さ。大事に大事にケアしてや長生きしたとは言い切れないけど、それでもあと5世代ぐらい見たかったな。贅沢だけどブラみたいなクラシックを無敵で進軍して、その後父ができなかったことをする子がまだ出てきてねえんだもん。スターズやリバティ逮捕で普通の種ボバなら十分なんだけどね。本当に惜しい。有馬の2500勝てば芝 G1 全距離コンプリートか。ブレッツァかシュガー君が今年有馬記念行くのか。被写台でもポコポコ出せてるのは本物の証だな。本当に惜しいことしたな。有馬一番勝てそうなのはスターズか。今どうなってんのかよくわからんが、国内はすごい勢いで勝ったけど海外では勝ててないような。海外で勝てる馬出たらいいな。死ななかったら競馬の歴史変わってただろうな。1200と3200の国内 G1 勝ったのはサンデー、ディープ、プラメンテ、JBC スプリント入れたらフレンチデピュティ。単純にスプリンターズステークスと天皇賞、春勝ったのならノーザンテイストやらパーソロンとかチャイナロックとか。大損失。オークス勝ってイクイノックスのジャパンカップで2着なら府中成績としては十分すぎる。こんだけ勝てるのになんで自身が勝ったサツキダービーだけ全然なんですかね。キングスコールとマスカレードボールとファイアンクランツでサツキダービー無理なら終了ファイナルシーズンボバ春クラシック勝てるかな。まあ気にしないでタイトルホルダーが後を継ぎますから。後を継いだはいいけど。繁殖の質は大丈夫か。まあ数は揃ったし期待したいですね。マジでね。突然変異に期待しろ、気流のように。今の2歳がラストクロップってネタじゃなかったんですか。福永厩舎のネブラディスクに期待するのん。タイトルホルダーイコール神ブラメンテ後継が350万円で買えるんや。ムッフ日高の救世主としてお墨付きをいただけるといいですね。本気でね。たった5世代しか残せなかったサンクたちで全階級制覇、すごいという言葉だけじゃ言い表せない。世界のホースマンよ。この馬の価値に気づくのが遅すぎるよ。ブラメンテサンクが G1 取るたびに何度も何度も思うんだけど、今も生きていればなぁ、悔やみきれないよ。ディープなキアとはこの馬だったな。エキファネイアもすごいけどブラメンテほど万能じゃない。ブラは万能でありなおかつ化け物出せて、さらに距離と馬場に融通が効く。本当につなげる馬は、全部血をつないでほしいですね。日高からまた G1 馬が出た。光景どうなるんだこれ。日高タイトルホルダー、ルガル社大ブレッツァ、プライレーで。バケモン地味たサンクを出すたびに失ったものの大きさを乗り越えようとしていたファンの心の傷が開く傷はいつ癒えるのか。